いや、久しぶりですね、ぶっこみの卓まだね、7巻までしか読んでなかったんですけども、途中で、ほら、あのー、初めの一歩が入ってきちゃったじゃないですか。そちらがね、120巻まで、ズバーッと一気に行ってしまいました。で、今、あ初めの一歩がね、えー、ちょっと止まってますんで、じゃあ久々にぶっこみの拓行こうじゃないかってことで、今取り出しております、えー。8巻にもなるとですね、この主人公の拓ちゃんは、 表紙を見てお分かりの通り、いろんな女性とのつながりが出てきます。まあ、ただ彼女は別に今いないんですよね。で、えー、ご覧のようにね、麻婆くんとか、後ろの方にはワニブチさんっていうのが出てきてますね。このワニブチってやつはなんか知らないけど高校生のくせにね、車乗り回してるわけなんですよ。で、ぶっ込みのタクの特徴とい言ったらね、こうやって怖そうな人がいっぱい出てきて、その人が属している暴走族がいっぱい出てきて、伏線がすごいね、出てくるんですよ。 でその伏線がたくさん散らばったまんまこれは回収されるのかどうなるのかどういうふうなあ争いを巻き起こすのかなと思ってるうちに私の場合は当時興味がなくなって見なくなったんですよねで今振り返ってぶっこみのタグ、そういえばラストシーンどうなってるのかなどうやって回収すんのかなと思ったんですけどもまあそれがね私が今回ぶっこみのタグを読もうかなと思った経緯なんですよですんで八巻以降はまだ全く読んでませんのでこれから読んで感想をお話しすることになると思います えとブックメのタクねなんかやっぱり私と同じ年代の人が結構見てて今振り返って懐かしいんでね、えー、なんか思い出話してる人もいるみたいなんですよ。ちょうど私もね、あのー、早くそこに交わりたいなと思いましてブックメのタクをねしっかり読ませていただこうかと思います。基本的には暴走族たちの話なんですよで、なんか知らないけどめちゃくちゃな喧嘩したりとかね暴走族のくせになんかすごい強いやつがいっぱいいたりとかね。 いや基本的に空手部とか柔道部とか剣道部に入ってる人の方が強いはずなんですよ。毎日鍛錬してますからね。で実践も行ってるわけですから。なぜかね酒やタバコやねあのシンナーにまみれているこう突っ張りの方が強いみたいな設定がありますけども、うん、まあでもねなんかこう負けん気とか根性はあるでしょうねやっぱりね、うん。テクニックとか体力とかそれ以外の精神力みたいなねまさに特攻魂で暴走族はね。 こうぶっっっこみののタタッッてていうかね特攻のタッグって書いてます、ね、物騒ですよねね物騒でまあでも特別攻撃隊の気持ちで、まああやって特攻服着たりね町を練り歩いたりしてるんでしょうね。で暴走族ってなんか群れなきゃ何もできないみたいなイメージがありますけども一人一人でも結構ね、えー、切れてるわけなんですよ。うん、まあでもやっぱり族なんで組織力とかねなんかこうつながりがものすごく大事なんだろうなっていうところは読んで取れますね。 で、私としてはこのブックメンタクの登場人物が、徐々になんかね、社会に出ていって、いつまでもバカやってらんねえよな、みたいな感じで、えー、まあ、いわゆる構成していく姿をね、見たいなと思うんですよ。なんか構成していい子になったね、じゃなくって、結局、こうやってね、あの、夢を見ていられるのって、一瞬なんですよね。まあ、やっぱりね、20代、30代になって暴走族っていうのはなかなかないんで、ね、痛いじゃないですか、そういうの。大体、高校を卒業する18前後で、 バイクから降りて、えー、まあ愛する女とね真っ当な仕事とそうやって自分の暮らしを守っていくために根性の使いどころを変えていくんだろうなと思うんですよね。うん、でさっきね唐揚げ屋に行ったらクラウンアスリートで、ね、乗りつけてきたあのお,にお兄ちゃんがいてでクラウンずっと見てたんですよ。マジスタかマジスタずっと見てたんですよ。 で私はトランザムで横に乗りつけたんですけどもそのお兄ちゃんもトランザムをじーっと見ててねこれなんて車ですかとか聞いてきてあこれねトランザムって言うんですよつっすから、まあ、古い車なんでね知らないのもっともなんですけどもで私の方もねあマジスタ渋いっすねうわこのシルバーのマジスタ似合うのってなかなかあのかっこいいっすよみたいな話したんですよでなんかホイールが20インチでやっぱ私のねセルションも19インチだったんですけどもなんかそれ以上に根性あるなと思いましてねで話してみたら あの、見た目はこうなんですよちょっと油かしい格好してるんですよ、うん、私はこのカンフーのスタイルでそしたらなんか割と丁寧みたいなねで、前はアスリート乗ってたんですよアスリートはねなんかリッター56キロだったんですけど今マジスタにして「これはまあリッター10キロぐらいいくっすよ」みたいなこと言っててねでこっちの車どのぐらいなんすね費とか言ったら「これ3キロぐらいですね」とトランザムのこと話したら「やっぱりそうですよね」みたいなねなんかちょっと仲良くなったみたいなところありましたね唐揚げ屋での街室でのなんかこうエピソードでしたね じゃあ、ぶっ込みのタグ読んでいこうかと思います。